ミレニアム開発目標は国連主導のイニシアティブ活動である。世界における極度の貧困人口ミレニアム開発目標は8つのゴール21のターゲット項目からなる2015年までの国際的な開発目標。2000年9月にニューヨークで開催された国連ミレニアムサミットにて採択された国連ミレニアム宣言と1990年代に 開催された主要な国際会議やサミットで採択された国際開発目標を統合し、一つの共通の枠組みとしてまとめられ、2015年までに達成すべきとされていた世界的目標である。193の全国連加盟国と23の国際機関が2015年までにこれらの目標を達成することに合意した。 この目標は2030年に向けた国連の新たな開発目標である持続可能な開発目標に継承された。ニューヨーク国連本部に掲げられたポスター MDGS は2015年までに達成すべき目標として8つのゴールと21のターゲット項目を掲げている。最貧国からの輸入品に対する無関税、無枠へ、 債務貧困国に対する債務救済及び二国間債務の帳消しのための拡大プログラム貧困削減に取り組む諸国に対するより寛大な ODA の提供を含むありがとうございます。